長渕中出身菅原コースです。セッターやってました。泉立中学校出身沢村大地です。レフトでした。全国優勝だ。はい。ああ、俺は田柴だ。今の先生顧問ですよね。他に監督的な人って。マジか、すげえ。来たんだ、あのカラスの鬼。片付け。ウェース。最近まで定期的にやってた練習試合の相手にも貯金の試合断られたって。けど練習を頑張ってさえいればまた盛り上げていけると思っていた。じわじわと道が分からなくなっていくような恐怖。残って練習していってもいいですか。ちゃんと締めますので。俺もいいですか。沢村君って本当に俺たちとため。ボール拾いでもできることはある。おい、なんで取った。すみません。明日からインターハイ予選です。悔いの残らないよう頑張りましょう。はい。高すぎる目標は自信喪失につながって良くないって言うじゃん。目標を共有できた気がしないが、今の俺たちは前より絶対いい感じだ。インターハイ宮城県予選。はあ、地に落ちたな、カラスのも。チャンスは準備された心に降り立つって言うだろう。それでもチャンスが来たら掴めよう。ここまでそれほど警戒されていなかった日向のブロック必ず相手を揺さぶっている。そう、やっと奪った半歩のリードを日向の突然視界に入ってくるブロック。任せろ。頼むぞ。やっとあの10番下がった。ちょっと、ああ頼むぞ。クロウダニのセッターと練習してんのかよ。くそ、羨ましい。俺だってヒナタに負けたくない。今度こそチャンスを作ってみせる。まっすぐだ。とりあえずまっすぐ打て。なめるな、ぶち抜け。ワチ。あの1年気も座ってんな。ぶち抜けるもんもぶち抜けねえだろうが。でっけえ図体してんだから。もっとこう。だが穴のない守備など存在しない。くそ。粘っていれば牛若にだってスタミナの限界は必ず来る。初めての5セットマッチ、相手は全国常連チーム。試合開始から当然のように維持し、試合中誰よりも多くボールに触る。悪い。謝るとか気持ち悪いからやめてくんない。ああ、元気じゃん。選手層は熱いだろうな。頼むからデュースには持ち込ませるなよ。アズマリさん。クソが。前が開く。狙われた。バテバテセッター君には絶望のデュースかな。どいつもこいつも妖怪見て。守備の位置は今のでいい。ワンチフォローできてるぞ。伸びる。大丈夫、取り返し。もうなんでこのタイミング。向こうのマッチポイント、あと1点取られたら終わり。
枝にぶつかって来ないでくれる？ぶつかったうちに入んねえんだよ。鍛え方が足んねえんだ。お前ら、へでもねえんだ。比べればよ。出るぞ、枯らすぞ。まだ見に来てんのか、あの親父。期待には応えないとな。絶対勝つぞ。俺は下手くそじゃねえ。ウィス、このセットを最後まで影山セッターで行くってことか。エロ、ほら乱れてるよ。アウト。無言のアピールだな。ミドルブロッカーも警戒し続けろよってな。さっこーい。うまい。まだチャンスボール。手でも足でもいい、一瞬を操れ。足に接着剤でもついてんのか、この野郎。拾えるボールだろうが。今こそが最高の好機。いけるぞ、行くぞ。ナイスカバー。ナイスっぽい顔しろよ。おう。Bàn tay đón